メイフラワーは、後にバットを経て、アメリカ合衆国沿岸警備隊で、メイフラワーとして、最収益したアメリカ合衆国の軍艦。紹介ヨット、大統領専用ヨットとして用いられた。第二次世界大戦後には、ユダヤ人難民の輸送を行った。アメリカ合衆国海軍に所属した同盟の艦船の中では二代目の艦船である。メイフラワーは、豪華な帰船ヨットとして、 1896年にスコットランドのグライドバンクで後にこの船の戦場で死去した大富豪のオグデンゴーレッドの注文に応じて J&G トムソンが建造した。米西戦争の勃発で迅速な海軍力の増強が必要となり、この船はゴーレッド家から買い上げられて1898年3月24日に紹介ヨットアセスメイフラワーとして ニューヨーク海軍交渉において収益し、MRS マッケンジー中佐が艦長となった。4月20日、メイフラワーはフロリダ州キーウェストでウィリアム T ・サンプソン大将が指揮した艦隊に加わった。その2日後、艦隊はキューバのハバナの海上封鎖に向かった。その途上でメイフラワーはスペイン戦績のスクーナーサンティアゴ・アポストルを打破した。その他にも 数多くの漁船や沿岸貿易船を打歩した。5月11日には、同じく、メイフラワーという鮮明のイギリス船籍の商船を臨検し、これを海上封鎖破りの封鎖突破船と認め、打砲艦船開港員によって、アメリカ合衆国へ開港した。5月14日には、スペインの巡洋艦アルフォンソ12世が2隻の砲艦を率いて郊外へ出て、封鎖の突破を図った。 メイフラワーの砲撃によって、スペイン側の艦船は引き返し、モロ要塞の援護射撃を得られる安全圏内に戻った。その後、米西戦争中のメイフラワーは、サンティアーゴでクーバや支援フエゴスの港湾警備に当たった。1899年始め、メイフラワーはニューヨークへ向かい、プエルトリコ周辺海域での特殊任務用に改装するため、 2月2日に一旦退役となった。1900年6月15日、再び就役したメイフラワーの艦長には、ダンカン・ケネディ中佐が就任した。メイフラワーは、サンフアンでアメリカ合衆国直轄領としての初代知事、チャールズ・ハーバート・アレンが組織した、行政府の拠点の一つとして機能した。1902年、メイフラワーは二度にわたって、ジョージ・デューイ少将の帰還となった。 1903年11月、ジョセフ・コクラン少将はパナマ運河の建設を目的にパナマがコロンビアから独立した革命の際にメイフラワーを機関としてパナマ沖に展開した。1904年の夏にはメイフラワーはヨーロッパへ渡り、秋にはアメリカ合衆国陸軍長官だったウィリアム・ダフトの西インド諸島視察の長官として用いられた。 メイフラワーは1904年11月1日にニューヨークで退役し、大統領専用ヨットに転用された。1912年10月14日、メイフラワーに乗船するタフト大統領。1905年7月25日、改めて就役したメイフラワーは、キャメロン・ウィンスロー中佐が艦長に就任し、直ちにニューヨーク州ロングアイランドのオイスターベイに向かったが、これは、 日露戦争の講和に向けた会議の準備の一環であった。8月5日、アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトは、メイフラワー勘上に、ロシア帝国と大日本帝国の代表団を招き、両者を会見させた。その後もメイフラワーは、ルーズベルト大統領が、ノーベル平和賞を受賞する契機となった、様々な交渉を支援する役割を果たした。1906年に、 サントドミンゴへアメリカ合衆国の権益の保護のために通報官として派遣された後1929年までメイフラワーは大統領専用ヨットとされたこの時期にメイフラワーは数多くの外交交渉や社交の場として利用された世界各地の王族がこのヨットに乗りゲストブックには多数の重要な人物たちが署名を残したウッドロー・ウィルソン大統領は イーディス・ボリング・ガルトとの交際の場として、メイフラワーをしばしば用いた。就任当初のハーバート・フーバー大統領が行った指示の一つは、年間30万ドルの維持費がかかっていたメイフラワーの経済的な負担を節約することだった。1929年3月22日に、メイフラワーはフィラデルフィア海軍造船所で退役となり、フィリピン人の乗組員たちは、 大統領の別荘だったラピダンキャンプに転属となった。メイフラワーは競売にかけられたが、応募するものがなく、結局また軍用として使用することとなった。フィラデルフィア海軍造船所で全面的な改装をしている途中だった1931年1月24日に、メイフラワーは深刻な火災に見舞われた。消火のための放水が大量に流入したため、船体は水没し、 引き上げが必要になった。メイフラワーは、1931年10月19日に、ラサール街の少年魔術師として知られていた、フランク・ P ・パリッシュの代理人レオ・ P ・コーに、払い下げられた。パリッシュは、ニューヨークのヘンリー・ j ジーロ・ロインクにメイフラワーを委ね、元々の豪勢な装いを復元する階層を、施そうとしていたが、翌1932年には、 財務状況が悪化して船の売却を余儀なくされ、その直後には法的追求や激怒した投資家たちから逃れるために国外へ逃亡した。世界恐慌の時期には代々の所有者たちがこの船の活用策を模索し、南アフリカ連邦で沿岸貿易船にする歴史的遺物として保存する水上部登場とするとか海軍力の増強に勤しむ日本政府に スクラップとして売却するといった案まで検討された。しかし、複雑な法的問題が絡み、資金不足や当時の厳しい事業環境もあって、こうした計画は実現しないまま船はニューヨークからフロリダ州、ジャクソンビルまで大西洋岸のあちこちの港に係留されながら、活用される機会を待ち続けた。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦した後、 1942年7月31日に、戦時船舶管理局は、当時の所有者であったノースカロライナ州ウィルミントンのブロウッドフットアイアンワークスインクからメイフラワーを買い上げ、官名をバットと改めた。1943年9月6日には、沿岸警備隊に所属外となり、10月19日にメイフラワーとして改めて収益した。ドイツの U ボートから、 大西洋岸を警備するための監視活動や沿岸貿易船の護衛といった任務に加え、レーダー訓練用の艦艇としてノーフォークやボストンで運用された。1946年7月1日に退役となったメイフラワーは、1947年1月8日にボルチモアでフランクエム城に北極圏でアザラシなど帰客類を飼えるための船として売却された。 しかし、3月になった両場であるグリーンランドとラブラドール地方の間の海域へ向かった際に、メリーランド州のポイントルックアウトの沖合で火災が発生し、船はボルチモアへの帰還を容疑なくされた。1948年はめ、コリンズ・ディストリブヤターズ・インクがこの船を購入し、ニューヨークで新しいボイラーを乗せ、パナマに船籍を置く、便宜地籍船マッダとして、 登録を行った。その後はイタリアのジェノバに拠点を移し、表向きは沿岸貿易船として地中海で運航された。マルセイユを密かに出港し、9月3日にイギリス移ー投治料パレスチナのハイハーに到着した、この船にはユダヤ人難民が乗り込んでいた。その大部分は前年の夏にパレスチナで入域を拒まれて送り返された、 不運なエクソダスに乗船していた。メイフラワーの経歴は、船舶の歴史の中でも、最も多様性に満ちた興味深いものの一つである。メイフラワーは、アメリカ合衆国の大統領専用ヨットとして、ティールーズベルト、タフト、ウィルソン、ハーディング、クーリッジに使用された。その一方で、軍用艦艇としても使用され、米西戦争、第一次世界大戦、 第二次世界大戦のすべてで実戦配備されたごく少数の艦の一つであることは間違いなくもしかすると唯一の艦であったかもしれない。ありがとうございます。